やば、何これ。ガンジ牛の牛乳。ガンジヨーグルト。ガンジチーズ。そう。高級ミルク。なんかね、あっさりしてる。濃厚と思いきやあっさりしてる。あ、めっちゃ甘みがある。これが、確かに甘いかも。これがガンジーか。湖とガンジー。ガンジーヨーグルト、ここに入れちゃっていいの？超美味しそうだね、このヨーグルト。めっちゃなんか、うまい。チーズはガンジーだね。あ、そうなんだ。希少なガンジーミルクをそのまま発酵させた生乳 100% ヨーグルト。うまそう。チーズのせサラダできた。お、ガンジー。あ、間違えた。あ、間違えた。いただきます。いただき、このヨーグルト食べてみるわ。ちょっとうまいですね。お、うまい。まあ、めっちゃ酸味がきつくないって感じ。このチーズも食べてみる。うまい。このチーズもかなり優しい系だよ。これはガッツリ系のカレーソーセージ。釣り人いないね、朝は。さっきボートのブーンって音聞こえたよ。あ、多分隣の人出てったんじゃない。うん、魔法か。あの山すごくない？あれ登る山もしかして。 いや違うやろ。だって写真写真出てこいちゃったんだよ。あれはクロート向けだよね、多分ね。崖になってるからね。まあさ、思ったんやけどさ、ベニーもそうさ、すべての数値が正常な海子だけが飲んでるの、なんで。あー、やべ、飲まなきゃ。今日は山登りするからな。うん、体動かしたい。めっちゃ涼しい。もう湿度 70% だからもうギリギリの快適だな。あ、本当だね。絵になるな。おお、湖、バイバイ。またな。すごいいいとこだったな。すいてたからよかったね。そう。きっちり区画が分かれてない感じだから、混んでると結構あんまりプライバシー感はないかもしれない。進みます。その。すいててよかった。すいててよかった。山へ。山行きます。と読み方忘れちゃう。一切経山みたいな。あ、それで合ってると思う。一切経山登るぞ。そして五色湖、五色沼を拝むぞ。今日は天気がいいからさ、綺麗な感じで見れるんじゃないかな。日本の道100選なんだって、ここ、ね、景色がいいのかな。
途中の野地温泉の利用がすごかった。すごかった、すごかった。めっちゃ煙出とったしね、温泉の煙。ああいうのですよ。うんうん。求める硫黄。求める硫黄、あれだったね。おお、すごっ。うわ、さすが日本の道釈線。なんかさ、昨日やっぱり、硫黄恋しくなってね、調べてて、その野地温泉も出てきてたよ。すごい良さそうだった。今日狙ってる、なんだっけ、高湯温泉もすごいらしいよ。うん、うん、うん、すごそう。国見台。国を見るか。見ようじゃないか。高森縄市の万代山、あれが万代山で、隠れてるやつな。猫間はスキー場があるところ、あのスキー場のところが猫間だな、うん、最強山ってやつ、やつなの。なんか、なんか煙が出てる。阿蘇っぽいな。あれ何、なんか阿蘇とかね、あのたまにああいう煙出てるとこあって、すごい硫黄の匂いがする。そういうやつかな。そういうやつじゃねえ、火山じゃねえ。火山だよ。だよね、うん。完全に火山だ。そう、気ぃつけてみたいなこと書いてあったもん。調べてたら。あ、1600m。1600m 来た。標高1600m。よーし、高地になれ。高地。高地トレーニングしてるな。そう、高地トレーニング。1622m の最高地点。おお、ほら、ワクワクしてきたぞ。なんかガチ装備だった、今歩いてた人。うん、大丈夫かな。サンダルは結構やばいと思う。サンダルはやばいよね。行けるところまでサンダルで行って、その後磯靴に履き替えればいい。もうまずいってなったら達夫引き返して、海子単独で登頂する。単独登頂。やばいってなったら俺車に戻る。オッケー。9時から営業しているはずなんだけど。でも向こうからね。うんうん。500円。ございます。ご協力よろしくお願いしております。すみません、今アスマコ富士は登れませんがよろしいですか。はい。はい。失礼いたします。少々お待ちください。アスマコ富士が登れない。それはまあいいか。あれだ、だってあれで一切氷山でしょ。うん、すごくないですかこれ。噴火してる、非常に危険。あら、お金を持っていた方がいいかもしれん。そうね、あとリュック持ってこう。ちょっとね、サンダルしかないんで、この磯用のブーツをいざという時のために入れておくのと、食料と水、水足りるかなこれで。私も持ってる。ああ、と食べっ子動物があれば大丈夫じゃない。 あとクマよけスプレー、俺クマが来た時にこれで撃退できる。レッツゴー。今ここでこの三ヶ平というところに一度行って、うん、40分ね、うん、で一切氷山で20分30分で一切氷山で、この水沼を見て、五色沼見て戻ってくる。うん、オッケー。して持て余したらこういうルートもありだけど、ちょっと5時間コースもし持て余やめとこう。工事した。うう、川だ。絶対これ硫黄でしょ。あ、急に険しくなった。窒素な道になった。急に険しくなった。クマいるんだ。あー、いるんだね。スプレー持った？あ、俺だけか。霧で見通しの悪い。今これ僕の取れうる最強の装備。この先ずっと右方向だって。三ヶ平に向かいたいんです。オッケー。分岐を右、うん、分岐はどこですか。はい、現在地がよくわかりません。これさ、一ブーツで来た方がいいぐらいの。これ大丈夫これ。
めっちゃ濡れてんだけど。サンガダイラ 1.5 キロってか熱っ。うんこ早い。避難小屋か。なんかシェルターみたいになってんだろうね。後で帰り寄ろうぜ、ね、なんか水たまりがいっぱいある。出現だね。Google マップで判明したんだけどね、釜沼ってね、あっちの通り過ぎちゃうんだよね。で多分一切氷山っていう山はあれで、あのシェルターのところから登るんだと思う。一旦あの建物行ってみる。だから一切氷山って書いてあったわ。避難小屋の下に。避難小屋ばっかり気になっちゃって。うん。全然見てなかった。ほらあそこなんか。登ってってるね。岩のとこ登ってるよあそこ、みんな。ちょっと無理やり出しとくか。あーこういう感じなんだ。あー避難小屋。エマージェンシーシルエシェルター。書いてみた。登山ノート見て、山小屋ノート書いてきた。おお、お便所の仕組み。トイレチップ行きますか。あれ書いてある。二酸化硫黄のが出てくるんだ。異常を感じたらすぐに下山。こっからが本番だからね。やっほー。なんたって登るよ。登るぜ。五色沼見るよ。空気薄い。もうすぐじゃん。600m。あ、ちょっとゆっくり行こう。この梅雨と花めっちゃ綺麗。綺麗。弾いてる。うん。到着。なんかいっぱいぶっ刺さってる。一切氷山。頂上 1942m。 あれ？これ何も見えないやつ。どこ？あ、そ、た、手前にあんの？あ、あんじゃん。お、すげえ。お、すげえ。え？あった。食べっ子動物がパンパンになってんだけど。おもろ。
戻ってきた。無事帰還。楽しかった。超満足。戻ってきてまだ昼前。いいじゃん。やってるかな。ちょうど平レストハウス。カツカレー。ここ絶対カレーあるよって言ったけどやっぱカレーあった。これね、カツカレーだな。私こっち。充実してるじゃん。あー疲れた。めっちゃうまそうなカレー。野菜がおしゃれ。カツカレーはその場でカツを揚げてくれるから時間がかかるって言われたね。そう、7、8分かかるって言った、うん、いただきます。あーうまそう。うまい。ほかほかのカツ乗ってるね。揚げたてのカツ、うん、うまい。こっちもうまいよ。ありがとう、一切氷山。今日はね、爆睡間違いないよ。うん。そしてこれから UFO 触れ合い館へ向かうよ。 UFO 行きます。 UFO と触れ合える館へ。これもしかして私たちあの山の端、横の横っちょの道通るのかな。通るね。おお、あれは面白そうだ。ガス中急停車禁止。おお、窓を閉めて走行してください。ちょっと冷房入れようか。ガスが蔓延してんだね。え、バイクの人は窓もクソもない。多分さ、この密室でそのガスが充満しちゃったらまずいんじゃない。なんか硫黄の香りするよ。まだ閉めてんのに。まだ閉めてるけど硫黄の香りする。うん。めっちゃ硫黄の匂いするよね。あ、なんか今あのなんか流れてた。湧いてた。あったかい湯。いやでもこの匂いだけでもう。これ卵。あ、本当は卵よ。22度だって今の気温。超涼しい。産直発見。おお。安っ。買っとこ。傷まないように冷蔵庫に。なんか UFO みたいなやつおる。 UFO の里看板あった。およそ200m 先右方向です。来たよ。 UFO 触れ合い感はマジですごいよ。でご飯も食べれて風呂も入れるんだぞ。写真で見たか。Google マップの写真にこれ載ってた。この宇宙人さん、物産館もある。およそ 300m 先、すげえな。全部あるやん。 UFO 触れ合い館でもいいじゃん。どんな展示があるのか想像もつきません。なんか目撃情報とかかな。目的地は左側。あ、これが。これか。これが物産館。物産館ダブル自撮りラーメン。立体映像シアター。こんにちは。二人です。
ンドイッチマン来てるね。左からお入りください。はい、お風呂もあるのすごいですね。はい、あばれる君のサインある。あばれる君のサインすごい、めっちゃカンニング竹山パイオニアの新井さん、ほう、じゃあ、どうぞどうぞ、うん、おお、うん、あ、これは、この山宇宙基地、なにこれ、 UFO 基地じゃん、何の説明もない。グレイタイプの宇宙人、おお、14年に日清をプレゼントした宇宙人の UT です。不思議ライン、古墳が点在しとるわけよね。古墳と UFO 関係あるのかな。あるんだ。ありえる。この森で、この山地でなんか喋ってる。いろんな遺跡とかが山頂周辺にお店があるの。アダタラさんピラミッドではないかと仮定した。なるほど、これがピラミッドだったとしたら。あ、写真あるじゃん、限界灘に飛行機。北海道の双雲鏡、え、これやばくない？ CIA の秘密文書がある。あ、なんかこれ見た、これなんか、なんかさ、何年経ったら公開するみたいなの、うん、ある。なんか声かけてくださいって言ってなかった。どこから声かけるんだ。 3D メガネ、円錐系の千段森という山なんですけど、はい、昔からこの周辺で UFO の目撃内容ということで町おこしとして平成4年建てられた施設です。はい、はい、パチパチ、夢のある映像だった。いや、よかった。2階に大広間がある。あ、今はお風呂だけだって。ありがとうございます。いや、面白かった。面白かった。行ってみるか。遠くない？車で行く？車で。あ、じゃあもうちょっと頑張る。これ歩いて。歩いてみるか。うん。マムスチューリン。遊歩道ってことか。遊歩道。そういうことだよ。ミミズでか。これ釣り餌にしたら最高だな。スーパードバミミズ。あ、すげえ。これでもまだ頂上じゃないってことだ。果てしないんだけど。普通に登山じゃん、これも。登頂おめでとう。かわいい。すげえ、めっちゃ綺麗じゃん。ねえねえ、これ朝の登ったやつ。うん、あっち晴れてたら見えるんだろうね。うん、ちょっと今雲で戻ってきた。ラーメン食べよっか。あんまお腹空いてないけど、うん、出てくれば食べれる。この T シャツいいじゃん。ムー UFO ノー UFO ノーライフのダブル地鶏トビウオラーメン。味噌もうまそうだ。味噌うまそうなんだけど。味噌うまそうじゃん。味噌にしよっか、うん、食堂終了してた。残念。うん、
や夢あったね。飯どころもあって、しかもめっちゃうまそうだったね。ラーメンやばかったよねあれ、うん、余裕閉まってたのショックだった。いや私も結構ショックだった。あのなんかどっちでもいいよとか言いつつ心の中で相当ショックだった。全然お腹空いてないんだけどなんか食いたかったもん、うん、心残り。このラーメンが心残り、うん、何かの機会にまた来たいもんだ。今からちょっとまた戻る戻る。さっき通った高湯温泉ってところに行って、うん、風呂入って今日その近くに泊まる。うん、いいよね。いいよ、堪能しよう。いいよ。9時までやってる花月ハイランドホテルの日帰り湯温泉に浸かる。うん、であとなんか卵湯ってところもなんか調べてすぐ出てきて、そこ最初行こうと思ってたけど午後1時で受付終了してた。あ、日帰り温泉はね午後1時までなんだって。早いんだって。すげえ硫黄の匂いがすざまじい。全然違う。寒い風吹いて。ここだ。癒されよう。花月ハイランドホテル。高級感があるな。お好みの商品をお選びください。ただいま。大浴場と露天風呂がある。ってここめっちゃ綺麗だね。ここ泊まる？露天風呂行ってみよう。じゃあね。酸性硫黄、カルシウムアルミニウム硫酸塩温泉、硫化水素型硫黄泉。すごい硫黄だった。真っ白真っ白で湯の花が湧いてて最高だったわ。出て入ってて、でも多分10回ぐらい繰り返した。あ、マジ？うん、うんかより遅かった。久しぶりに、うん、そうだね。なんかガスってるね。あ、なんかさ、香りはね今回入った中で一番強かったかもしれない。一番強かった。うん、圧倒的硫黄臭。うん、明日もね硫黄入りたいから。入りたい。明日ちょっと蔵王狙ってる。うんうん、蔵王の硫黄。皮膚がピカーンってなる感じがするよね。ああ、つばくろ駐車場、展望の駐車場。ちょっとまたこの霧がすごいんやけどもね。このさ、霧の向こうからさウォーカー出てきそう、ゾンビ。ウォーキングデッドでありそうなシーン。霧の中で車中泊とか面白い。面白い。ちょっと怖い。霧がどんなところ？何も見えない。今日ずっと霧だったよね。ここ。昼も霧だった。わ、なんかトイレすごく立派ですよ。何も見えない。誰もいらっしゃらない。長時間の駐車はご遠慮ください。なんか長時間の駐車は禁止っていう看板があってちょっと気になるので、ビジターセンター、うん、ビジターセンターの駐車場にを視察してみる。山登りしたところ。うん。ここから10分ぐらいだし。そうだね。ちょこの場所へ戻ってきた。今朝いた場所へ。明日の朝。うん。朝風呂入る。いいよね。それその計画。あったか湯が9時からやってるらしい。共同浴場。着いた。本日の
宿ちょうど台だ。あ、いいもん見っけ。ありがとう。超嬉しい。めっちゃ嬉しい。うん、そっか、標高高いからこいつもパンパンになってたんだな。乾杯。乾杯。うわ、そこ開けると涼しいぐらいだ。寒いねっていうか。寒いぐらい。いいね、山の車中泊。寝れねえかもしれない。いや絶対寝るっしょ。寝るか。それだけ動いたんだから、うん、ちょっと後ろの冷蔵庫から食材取ってくる。お、あのロールケーキもそろそろ食べたいんだよな。いや食後にするわ。ディールがーディールがー。あ、そういうことね。食後にするってつまりさ、あれじゃない、食後のデザートです。またさ、寝る前に食べるってことじゃない。うん、そう。いや、今日はめっちゃ運動したからね。2号行こう、2号。当然2号でしょ。2号炊きのこれで2号炊くの初めてだよ。あ、そうか、ね、実は。くぅ、ジャックリさん、今日充電してなかった。してないけど 83% あるから余裕だな。楽勝。なんとここ電波がない。居心地が最高。住める、半分住んでる。いや立派。このピーマンすごいんだよな。ごま油温めて豚肉。ある程度火通ってきたら野菜入れて、で蓋閉めて火通します。ふんふん。なんかね、このコンロがなんか曲がっちゃって、こう真ん中に鍋が置けなくなっちゃってるんだよね。生姜入れの砂糖をニンニク醤油酢も少ないな。もう一人待ち。昨日買ったやつ、じゃじゃじゃん、協奏曲クラシック。俺今寝てたわ。うん、肝臓がね、完全にそこでダウンしてた。今日はね、いっぱい動いたね。山2個登った。疲れ。ああ、一眠りしたらちょっと元気になる。おお、すっきり。なんか今の気分にぴったりなんじゃないか、これ。疲れた体をすっきり癒す。これ協奏曲のクラシックさん、うまいね。あと一分。来たー。2号来たー。いただきまーす。いただきまーす。ふぅ、腹減った。あれ、これさっき食べてた、つまんでた。うん、うまっ。
染み入るね。ちょっとこれ絶対うまいだろ。どう？いただきます。あ、うまい。おやおや。うまい。人形を炊いたからに2杯目も爆盛りにできる。全のせ全だけ。にんにく醤油ちょっとかけ。いただきます。うん、ごちそうさまです。美味しかった。満足。デザート別にいらないかもな、これもしかして。お腹いっぱいだわ。ちょっと休憩。絶対先に洗い物した方が楽だよね、後が。絶対後で楽やぞ。とんでもなく寝たいんだけど、ね、今やらないと。今やらないと今でしょ。ガンジーとね、これもガンジー。ああ、切れてないんだ。なるほどね。乳糖。こんぐらいの厚さで飛んでいくか。ケーキ乳糖。わあ、すごい。めっちゃクリーム入ってるやん、これ。あ、そのクリームがまさにこのガンジー牛乳ってこと？そうそうそう。これ一個で足りるかな。え、足りてください。じっくり味わうことにしましょう。すごいミルクっていうか、すごいクリームの量だね。セボン。うまっ。もう一個切っておこう。なんかみなぎり始めちゃってるじゃん、この方。2個食ってから今日は寝る。これ今日さ、動いた分全部さ、チャラになってるよ、多分。いや、今日相当動いたから、これでもチャラじゃない、あ、これでも動いた方がでかいってこと？極上のなかなかの強者だよ、このロールケーキ。ふみこさんはいらない。いや、いらない。この時間にこの甘い、そもそも私多分これ食べられないと思う。2人とも歯磨いてたし。私明日の朝、あの桃食べるのが楽しみだな。ネギとかも可愛い。ああ、うめえ。ね。これでやっと体力回復できるかな、今日の。あ、なるほど。あ、これで今超回復。なるほどなるほど。超回復してる。もうすっかり寝る時間。さすがに早くないか。寝なきゃ。もう眠いもん。もう眠いです。おやすみなさい。